マスターたちのメッセージ12、特別のメッセージ、危機物語。まだ肉体を持っている人々の前に霊魂が姿を現すことを許されているのはこの階層においてである。彼らは物質界に戻ってくることを許される。この階層では物質界との交流が許されている。霊的な力を使って物質界にいる人と連絡を取ることを許されるのだ。やり方はいろいろな方法がある。ある者は見えるようになる能力を与えられて、肉体を持った人々の前に姿形を現すことができる。ある者は物を動かす力を与えられて、テレパシーを使って物体を動かす。多くの霊魂はここに来ることを選ぶが、それは物質界にいる人間を見たり、すぐ近くにいたりすることを許されるからだ。肉体が死んでも私たちは死にません。私たちの一部は生き続けます。霊、魂、意識です。それは他のもっと広くて明るくて素晴らしい部屋へとドアをくぐり抜けていくようなものです。だから私たちは怖がる必要はありません。私たちはいつも愛に囲まれています。私たちが愛する人々は決して行ってしまうことはありません。私たちは皆美しい不滅の魂です。私たちはしばらくの間自分の体の中にいますが、本当の私たちは自分の体ではないのです。私の患者が亡くなった親しい人たちからメッセージを受け取るとき、その内容はびっくりするほどよく似ています。対抗や夢の中であれ、霊媒を通してであれ、そこには共通したテーマがあります。私は君を愛している。私は元気だ。自分を大切にして、私のためにそんなに悲しんではいけないよ。彼らは必ず嘆き悲しまないようにと私たちに言います。そして私たちが忘れていたことを何か知っています。彼らは死にません。そして私たちも死ぬことはないのです。私の人生で最も強力な体験の一つは、キャサリンの対抗を行っている間に特別のメッセージを受け取った時に起こりました。私の人生を永久に変えてしまった瞬間を理解していただくためにこの話をしたいと思います。私の人生に起きた最大の悲劇は、私たちの初めての子供であったアダムが1971年の初めにわずか23日で亡くなったことでした。病院から家へ連れ帰った10日後、アダムは呼吸困難と激しい嘔吐に見舞われました。診断をつけるのは非常に困難でした。心房隔壁欠損を伴う肺静脈敗血異常だと言われました。これは1000万人に1人の割合で起こります。肺静脈、すなわち酸素を取り入れた血液を心臓に送り返すはずの血管が誤って心臓の逆の方とつながっていたのです。ちょうど心臓が後ろの方へひっくり返ったようになっていました。本当にごくごく稀なケースでした。思い切って開胸手術をしましたが、それでもアダムを救うことはできず、数日後彼は息を引き取りました。私たちは何ヶ月も嘆き悲しみ、夢も希望も打ち砕かれてしまいました。1年後に息子のジョーダンが生まれ、私たちの傷をやっと癒してくれました。アダムが亡くなった頃、私は精神科医になろうと決心したことに迷いを感じていました。内科のインターンの仕事は楽しく、内科の研修医にならないかと誘われていました。しかしアダムの死後、私ははっきりと精神科医を自分の仕事にする決心がつきました。現代医学がその最新の知識と技術をもってしても、私のけなげな小さな息子の命を救えなかったことに私は腹を立てていたのです。私の父は1979年の初めに61歳でひどい心臓発作に見舞われるまでは
健康そのものでした。最初の発作は、どうにか持ちこたえたものの、心臓の壁が回復不可能なほど損傷を受け、3日後に亡くなりました。これは、キャサリンが初めて診察を予約する9ヶ月前のことでした。私の父は、宗教心の厚い人でしたが、霊的というよりは、儀式を重んじるタイプでした。彼のヘブライ名、アブロムは、英語名のアルビンよりも、彼に合っていました。彼の死後4ヶ月経って、私たちの娘、エイミーが生まれました。彼女の名前は、父にちなんで付けられました。1982年のあの日、私たちの薄暗い静かな診察室で、これらの隠されていた秘密が耳を弄する滝のごとく、私の上に降り注いでいました。私は、霊的な海を泳いでいました。そして、その水を、心地よく感じました。鳥肌が立つ思いでした。こうしたことを、キャサリンが知っているはずがありませんでした。どこかで調べることができるようなことでもありませんでした。父のヘブライ名、1000万人に1人という心臓の血管のために死んだ息子、私の医学に対する不信感、父の死、娘の命名のいきさつ、どれもがあまりにも個人的な事柄でした。しかも、どれも正確でした。この何も知らない検査技師の女性は、超自然的な知識を伝える同感なのでした。彼女がこんな事実を明らかにすることができるのであれば、他に何がそこにいるのでしょうか。私はもっと知る必要がありました。誰？私は慌てて言いました。誰がそこにいるのですか？誰がこんなことをあなたに教えてくれるのですか？マスターたちです、と彼女はささやきました。マスターの精霊たちが私に教えてくれます。彼らは私が肉体を持って86回生まれていると言っています。キャサリンの呼吸が遅くなりました。頭の揺れも止まりました。彼女は休息していました。私はもっと続けたいと思いましたが、彼女が言ったことの意味が気になりました。本当に彼女に86回の前世があったのだろうか。マスターたちとは一体何者なのだろう。こんなことがありえるのだろうか。私たちの人生は精霊に導かれているのだろうか。私の父と息子に関するこのメッセージは、私の心を魂の永遠性と超常現象の可能性に開かせました。この体験や他の患者との体験の後、私の価値観は霊的なものへと移り、物質的なものを離れて人々と人間関係と物を溜め込まない方向へと向かい始めました。あちら側に持って行けるものと行けないものにももっと気づくようになりました。実のところ、この体験の前までは私たちの一部が肉体の死を超えて生き残るとは信じていなかったのです。